いらっしゃい。それで、あらあら、ご用ですか？なんだ、わしに何の用だ。ほう、新しい鉱山を探してくれる仲間を募集してるとな。そいつは面白そうだ。だが鉱山のことを何も知らねえやつに従う気はねえ。お前さんの本気を確かめさせてもらおう。今から鉱石の掘り方を教えてやる。そんでもって鉄鉱石を3個持ってきてもらおうか。さあさあ急いでくれ。わしはせっかちだ。のんびりやってたら夜になっちまうからな。鉱石の掘り方は分かったな。ならさっさと行け。時間は待っちゃくれんぞ。なんだなんだ、足りないじゃないか。必要なのは鉄鉱石が3個だぞ。ほらほら、さっさと行ってこい。ザクは引っ込んでろよ。戦闘はなるべく避けたいのですが。こいつは楽勝かな。
ちゃうよ。弱い者いじめはよくねえんじゃねえか。弱い者いじめはよくねえんじゃねえか。やるじゃねえか、小僧。お前さん、見どころがあるな。わしの弟子にしてやってもいい。よし、その新しい鉱山とやらにも行ってやろうじゃないか。なーに、1時間もあれば作業できるようになるさ。今はちょっと。なんだなんだ、今はいいのか。
じゃ、必要になったらまた声かけてくれ。ああ、わしの力が必要になったか。よろしく頼むよ。おう、これからよろしくね。よう、ノアか。聞いたぜ、立派な城だか町だかを作ったってな。ああ、俺が見込んだ通りさ。さあ、町には道具屋が必要だろう。俺も力にならせてくれよ。ちょっと考えさせて。おや、そうかい。残念だ。気が変わったらまた来てくれよ。俺はここにいるぜ。ははそうだろ。やっぱり町には道具屋がなくちゃな、格好がつかない。これからよろしく。おう、そう来なくっちゃ。よろしくな。こいつは楽勝かな。恨みっこなしといこう。
こいつは楽勝かな。ふんふん、ふんふんふん、確かにここの土地みたいだな。俺の鼻がそうだとうずくぜ。何かあったのか。うっ、俺の背後を取るとは何やつ。すまない、俺はノア。何か探し物でもあるのか。おお、先手を取って名乗り出るとは、誠意がある人間と見た。俺はガルドルフ、期待の新生ドワーフ戦士だ。うん、ガルドルフか、よろしく。ふむふむ、お前、いや、ノアは俺と種族の壁を越えて友好を深めたいというのか。そういうことになるかな。とりあえず何か困っているんじゃないのか。ああ、そうだそうだ、ここで取れる鉱石の鎧ペイルナイトメールを探していたんだ。期待の新生ドワーフ戦士としてはやっぱりペイルナイトメールを装備しておかないと格好がつかないだろ。俺も期待の新生ドワーフ戦士として頑張ろうとしたが、単身モンスターの巣窟に挑むとなると五分五分、あ、いや7対3。あ、いやいや、8割クブクリンの確率的不安要素が。ああ、手の届く場所にあって限りなく遠い。理想とはこのことか。要するにペイルナイトメールを取ってくればいいんだな。ま、そんなあっさりと。この異様な雰囲気を醸すダンジョンへ踏み出すとは、勇気あるものとはノアのことだったのか。ノアよ、いや勇気あるものよ、約束の名前は覚えているか。ペイルナイトメールをしっかり頼んだぞ。これでいいか。おお、これぞまさにペイルナイトメール。これで俺も最強のドワーフ戦士に一歩近づいた。喜んでくれたならよかったよ。ああ、本当に今回の頼みには素直に感謝する。しかし恩を受けてばかりというのもあれだな。よし、決めたぞ。新生ドワーフ戦士並びに将来は勇猛最強のドワーフ戦士ガルドルフ。今日ここでノアの仲間になろう。え、ありがとう、これからもよろしく。俺は拠点になる場所へ行ってるぞ。